はい。じゃあ、これからいきたいと思います。はい。チーズが伸びていると美味しそうに見えるという安藤さんの記事です。はい。はい。ですね、なんか毎2回に1回ぐらいこういう話をしてる気がするんですけど、この記事もすげえ安藤さんっぽいなと思って、選びました。安藤さん、そう、安藤さんが、安藤さんのパロディみたいな感じだよね、これね。ぽいね。確かに、安藤さんの真似みたいな、そうそうそのそぐらいの安藤さんの濃さありますね。う。うん。で、これはちょっと内容の説明からいくと、はい。まあ、チーズがこうやってとろけて伸びていると、美味しそうに見えるというのがありますけれども、それを限界までやるとどうなるかというので、こうチーズトーストがですね、こうやって微妙に伸びているとか、これ、ね、顔に注目して見てほしいんですけど、これは、ココナッツサブレか、ココナッツサブレでチーズをつけるとか、このトーストですね、微妙にやっているとかありまして、あとハンバーガーか、チーズバーガーも伸びている。だいぶ顔芸なんですよ、これ。そうだね。そう、チーズもまあ伸びてるんですけど、顔でかなり引っ張ってるなと思って。そうで、このチーズも本物のチーズじゃなくて、いや、これ、わかるわかるよ、これ。ボムだよ、どう見たってこれ。いや、でも僕らはちょっとネタを先に知ってるからあれですけどね、まあね。記事を読まずにこれを見てる人がいたら、もしかしたらこのズームのちょっと粗い画質とかで、ああ、そっか。そのチーズそうにだよ見えてね。るかもあしと、れスない。マホで見てると、チーあ、ズに見えるかもしれないよそうね。そう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 、そうかもしれないですね。もうかもしれない以上に強くは言えないんですけど。はい。のがありまして。なんですね。という、まあ、こういう内容の記事なんですけど。で、まあ、言ってもわかりますね。そうだわかね。る。わ かるんですよ。で、わかって。で、記事の途中でも、なんかその友達から、チーズに見えないという意見をもらってしまったが、書いてあって、で、こっから、じゃあもうちょっと、もう一改善していくのかなと思ったんですけど、なんか素材をね、変えたりとそうか、だ色塗っね。たりとか、する人の類かとしてはな。そっちの方向だよね。そうですね、そう進やっ化って言ったて、らね。そうそう、そうやってここまで文明をやっぱり僕ら築いてきたので、そうやっていくのかなと思ったんですけど、こう事例を増やして、そんなことないということを説明したいっていうので、これ、このまま横展開していくんですよそうね。だね。これは滅びるタイプの、人類だよね。サそうピでエンすスじゃね。ないやつだね。そうですね。こう、あれか、横展開っていうか、じゃあ他の食べ物に行っていく。この後ピザがあるのか。ピザをやって、で、その後もなんか、すごくチーズっぽく見える食べ物を探すみたいな方に行かないで、じゃあ場所変えようって言って、海で違同うよね、じ、全然。そう、質が海違でう。同じトーストをやるんですよね。で、そこからなんかトンビにあ、そうだよね。パン取られさらたわれり、たりね。そうそうそう、とか面白いエピソードはあるんですけど、テクノロジーとしては進歩してトンない。ビにさらわれたところさ、一切写真なくて、なんかほんとすごい一番面白そうなとこだったのにね。まあでも、しょうがないよね。そう、なんか現実ってそうですよね。まあそうだよね。記事撮ってて、一番面白いとこ、瞬間はなかなか撮れなかったです。動画でずっと撮ってると残ってたりしますけどね。そうだよね。いや、記事って本当そういう動画だとさ、はいはい。そういうシーン絶対いるじゃない。でも実際だと撮ってなかったが進むみたいなことができるから、本当にそうですね。いいよね、記事って。そうね、YouTuber にはちょっとなかなか、ね、できそう、ないところかもしれないです。俺たちが YouTuber になれないのは多分そこだろうね。大事なところを撮ってないところじゃないかな。それももしかしたら同じ話で、なんか文章で書けるからいいよねっていう話をするんじゃなくて、もしかしたら、じゃあ撮れるように動画を常に回しておこうかっていう方に改善しなきゃいけないのかもしれそうないか、そこでね、猿に、人間になる猿と、猿のままの猿ね。俺たち猿でいいかっていうね。今の話の安藤さん側のそ人っか。間かもしれないですね、僕らも全そうだね。そっか。員。ね。落ち込むな。いや、でもこんな感じで安藤さん書いてくれてるんですけど、まあ、全体に強引なんですよね。で、強引なんですけど、最近なんかそういう
なんか強引さとか勢いとかテンションとかの面ですごい安藤さん勢いがあるなと思って。あるよね。ありますね。なんか1月入ってから特にすごい勢いあるなと思ってすごい勢いがあってさ、はい、なんかあの CMS 見るとさ、なんか3週分、はい、3週ぐらい先の記事まで登録されてるじゃん、はい、なんこの人って思うよね。この間もなんか入稿のメールに、あの次もだいたい書き上がってますがこれにしようと思いますみたいな書き方してました。そうだよね。あと最近ドレッドの友達ができますかって全然関係ないこと言ってた、ね、あれ資格返事した あれでも僕メッセンジャーで返事してます。あーよかった、はい、そうなんかねあれ安藤さんって昔から前からああいうとこに近況を書いてくれるなと思って。あ、そうだね。そうそう、あの前の会社にいた時に出社の報告、そう出社報告みたいなのをなんかその人事担当の人にそのタイムカード代わりにメールで出すみたいな感じになってて、でそこになんか毎日一言添えてあるんですよ、近況が。そうだよね、うん、もうよくそんな毎日近況があるなと思って。でその勢いをちょっと確かめようと思って、はいはい、ちょっとここ1ヶ月の1ヶ月というか1月入ってからの記事をラインナップしてみたんですけど、はい、これ最初の1本はちょっとエモいというか、そうだね、うん、ウェットな感じだったんですけど、そこから二人三脚でパオカに、これがだいぶ勢いですよね。そうだよね、うん、でここでもう勢いだけになったね。勢いだけになって、うん、で辛いものを飲む、うん、でねゴディバのチョコもなんかレポートなんですけど、最初の1枚目の写真がなんか人混みの中で安藤さんがガッてこっち振り向いてるみたいな写真だったけど、これもなんか妙に勢いあるなと思って今回なんで、あなんかこれはそうどんどん勢いを増しているなという感じがあったので、はい、ね、安藤さん営業本当に嫌だったのかなっていうのはね、なんかちょっと感じるところがあってなるほど。なんかこれまであのそうちょっと内情を話すと、これまで安藤さんというのは営業担当として、はいはい、まあ、問い合わせがあった時に答えたりとかそういうことをしてたんですけど、それがまあ当然なくなって、はいはいはい、記事だけライターとして記事だけ書くって言ったら急になんかこんななっちゃったじゃないですか、ね、はい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 、なんかもう吉田プロに限りなく近い感じのライターになったからなんかこうタガが外れるとこうなるんだというそうですね、ね、そうなんか悪いことをしてたなこれまでっていうのはなんかすごいポテンシャルを生かさない方向の人の使い方してたんじゃないかなと思って抑圧してしまったんじゃないかという、うん、確かにもうちょっと爆発した感じがあるんですよね。そうですね。そうで今これ安藤さん、あとさ週に2回ぐらい書けんじゃないかな、はい、お願いしてみようかな週2で週2、うん、3日に1回ってことですね。そう俺も今だいたい週2ぐらいペースじゃない。ああ、そっか、そうですよね。そうですね、うん、いやでも勢い的にはいけるかもしれない。いけるよね。そうそう、で今林さんから吉田プロに近づいてきたっていう話があったんですけど、うんうん、なんかね僕もそれに近いことを思っていて、なんか吉田プロっていうかもう昔のデイリーポータルみたいだなと思って本当だ。そう、あ安藤さんのね昔の記事をちょっと思い出してたんですけど、そう、ね、そう、物を金にするとか壁塗る、これ断るごとに安藤さんの武勇伝として出てくる。武勇伝っていうか、そう、僕らが安藤さんの話をするときにこういう人だからねっていうので壁を塗る話で、うん、あの壁にもう一回塗ってたんだ。あ、そうっすね、そうっすね、これ2回目のときですかね。2回目だよね、はい、なんで裸なんだよそうね、あとは、これなんだっけ、これ発泡酒を作るって言って、なんか日本酒、泡盛だっけな、なんか酒にいろんなものを混ぜ、ドライアイスとかを混ぜて発泡させてるんですよね。あーはーはーはー、そんな記事あったんだと思ってっていうのがあったりとか、あとまあこれですね、クラゲのゼリー食ってるやつと、パソコン水洗いしてるやつと、あとこれハムに入れ墨入れてるんですよね。タイトル短いな全部。確かに8文字ぐらいですね。そうだよね、手がハサミになってしまっただけだね、長い。でもそれでもこの短さだもんねはいはい、すごいね確かに。お
縄時代に戻ったね、安藤さんね。そうですね、沖縄時代に戻って勢いはかなり近いなと思って、でこれ読み返してみると、あの意外にこのテンション高いんですけど顔が映ってなくって、あー、はいはいはい、そうだから沖縄時代プラス顔芸が加わったっていう、うん、今まさにこの勢いが最高潮に達している時ではないかなという気がしました。そうだな。なんかあのほら営業案件とかやるときってそんなに変な記事書けないから、はいはい、割と営業さんが確かレポートを書いて書くことがあって、そうですね、そう、はいはい、あんまりそういうの向いてないかなって思ってたんだけど、あ、生きるのこっちだな。吉田プロだな。安藤プロだったね。安藤プロね。安藤プロの称号をね。そうね、そうですね。でもあのなんかなんだっけ、さっき出てきた1月の最初の記事とかもね、良かったですけどね。あ、この知らない街でね。そうそうそう。でもまあこの勢い系の方はやっぱり今個人的には安藤さんが一番油が乗ってるタイミングなんじゃないかという気がしているので、こういう記事ってさ、はい、正直そんなにあの数字良くないじゃん。まあそうですね、うん、ってことはボディーブローみたいに週 2,3 回出てきた方がいいんじゃないかな。手数を増やした方が、あ、はいはい、でも安藤さんってこういう人なんだからしょうがないわってみんな思うように、はいはいはい、しょうがないって思うようにした方がいいんじゃないかな。でも向かない安藤がねずっと続けてて、もう向かない安藤として完全に認知されてるから、そういう感じですかね。安藤さん、向かない安藤ってほら大北くんがコントロール操ってるじゃない。はい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 、はい、安藤さん個人活動だと本当になんかそういうすごいね、なんかのポーズって感じになるんだな。そう、なんか無軌道に勢いがある感じがして、ね、そう、そう、向かない安藤はその無軌道な勢いを大北くんが方向をコントロールしてるんだよね、向かない方向に。ああ、ちゃんとレールに乗せて、そうそう、レールに乗せるっていう、行こうっていう、はい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 、週3でって言ってみようか。週3でって言ったらちょっとひよって、じゃあ週2でって言うかもしれないから。もうだいぶだいぶツイッターみたいになってきますね。いや、ツイッターみたい、なんか安藤さん週2で書いたらこれぐらいでいいんだよな。はいはい、そうですね、こんな感じで、はい、まあ、これからも安藤さんにぜひ注目してくださいというのが、う、ね、あの、はい、僕からの願いです。はい、はい、ありがとうございました。